宮下久夫から1997年1月は日本の教育者、太郎二郎社のロングセラー、漢字が楽しくなる本シリーズの協著者の一人として知られる。群馬県生まれ、都根郡沼田町防神殿に生まれる。旧西沼田中学校を卒業後、東京第三師範学校を卒業。1949年により、群馬県内で小学校教諭としての道を歩み始める。 後子供の間違いからヒントを得た、文部省の指導要領にはない独自の漢字教科書を使った授業が次第に注目を集めるようになる。宮下は子供たちの修学旅行の時の生き生きとした顔が教室ではどうして死んでしまうのだろう。普通の教師なら旅行は楽しいからと片付けるかもしれないが、人間は誰でも知識を持ちたいという欲求があり、 この欲求を満足させられるのなら、授業も楽しいはずだ。なのに授業で子供の顔が死んでしまうのは、それは教師に問題があるからではないかと悩み続けたという。そうした中、1979年にお母さんの漢字教室を出版。これがきっかけとなり、白川生に支持するようになる。同時に全国の漢字研究家との交わりも深まり、 教員生活と並行して、作家の篠崎56と、太郎二郎社の社長、浅川光る、国語研究者の伊藤忍の4人で、毎月1回、1月間の課題を持ち寄っての1泊2日の研究会を10年以上にわたって続け、漢字が楽しくなる本シリーズとして20を超える、作品を出版、2018年現在でも版を重ねる、ロングセラーとなっている。 1987年、小学校教諭を定年退職。1997年1月、死去。満69歳没。死去から3年後の2000年、分ければ見つかる知ってる漢字と題する遺構集が出版された。ありがとうございます。